私はもうじき約束の地へ向かう。そこで何をするかって、それはその時になってから考えればいいだろ。お前は私の話にうなずいてくれさえすればいいんだ。あとは私に任せておけばいい。どうだ、簡単だろ。ここにいたのか、ネズミども。良い子は真似しちゃダメだぞ。いや、調子に乗るんじゃねえ。いや、失せろ生意気な。特別に可愛がってやるよ。さあ、命乞いするのはもう遅い。死にたくてしょうがねえようだな。命乞いするのはもう遅い。調子に乗るんじゃねえ。私は不良品どもとは違うのに。象を冷蔵庫に入れる方法だって？そりゃ死にそうだったら冷蔵庫じゃなくてポケットの中にでも入るさ。しかしことごとく雑魚ばかりだな。うん？なんでそんな哀れみの目で見るんだよ。